沢田研二のそんなんこんなん。おはようございます、沢田研二です。沢田研二のそんなんこんなん、今日も30分間僕沢田研二とお付き合いください。さて、この番組に関して変な噂を耳にしたんです。沢田研二のそんなんこんなんは食べ物の話がやたらと多い。食べ物の話の時は異常にテンションが高い沢田やっていう噂なんですけどね。いやいや、確かにこの番組では食べ物の話はよくしますし、その度にスタッフがまあ、おまた始まったぞみたいな顔をしているのがまあ少し気にはなってはいたんですが、まあでもそんな噂には負けません。もちろん今日も食べ物の話です。寒い冬の食べ物といえば鍋です。鍋、今日は僕沢田研二が鍋料理についてあれこれお話ししてみたいと思います。それでは沢田研二のそんなんこんなん、リラックスしてぼちぼち参りましょう。まず1曲聴いてください。1977年の僕の曲です。憎みきれないろくでなし。Thank you.
真心よりどころケンジとケイコ、よろしかったら皆さんもご一緒に。ここまでやってこれたのもお前の笑顔があったから。いいえ、あなたについてきただけ。どれだけ二人で歩いたろう。いつの間にか幸せ、いつの間にかというのがいいね。つらいことは忘れたわ。夢や幸せいろいろあるが、二人の心の拠り所。出世もできず金もない、体一つでやってきた。そうね、あなたは気力と体力、いつも背中を押してくれた。時々蹴っ飛ばしたりもした。そのくらいじゃないとダメなんだ。後悔なんてしてないわ。夢や幸せ
いろいろあるが、お前の優しい真心が俺の心の拠り所、二人の優しい真心は二人の心の拠り所、二人の優しい真心は二人の心の拠り所。沢田研二のそんなんこんなん。